ブーストコントローラーの代名詞 HKS-EVC が第6世代へと進化します。1987年5月初代 EVC が発売され、 EVC2、3、4、5と二十数年にかけて進化してきました。そして2011年8月、第6世代となるこのニュー EVC へと進化しました。このニュー EVC の最大の特徴は、ご覧のように視認性抜群の TFT フルカラーモニターを採用したことです。そしてモニターナビゲートシステムにより設定や操作が分かりやすくなりました。またこのニュー EVC の心臓部には新世代 CPU EVC ハイパーエンジンを採用し、制御スピードが飛躍的に向上しています。またこのバルブユニットには成熟のステッピングモーターを採用し、大きさは従来比3分の2のコンパクト化を実現しています。まずはこのディスプレイユニットですが、サイズが横幅が 90mm、 高さが 48.5mm、 奥行きが 18mm と第5世代 EVC と同サイズとなっております。さらにこちらが操作ボタンになりまして、第5世代の EVC では2つのボタンとダイヤルで操作をしておりましたが、より確実に操作しやすいようにするということで、この4つのボタンに操作を集約しています。そしてこの TFT モニターは、一番下にありますメインから1から10の数字、こちらが現在どのページにいるかを表示するナビゲートシステムです。そしてバーグラフ表示、各種値をバーグラフによって表示し、通常モードではサージタンク圧力、車速、エンジン回転数、スロットル回路から選択可能です。そしてこの大きいデジタル表示は現在のブースト圧力を表示します。そしてこの上の ABC は現在選択されているブーストモードを表示します。この小さいデジタル表示はワーニング設定値、設定ブースト圧、ピークホールド値、スクランブル時間のカウントダウンを表示します。そしてこの下のデジタル表示は車速もしくはエンジン回転数、スロットル回路などから選択可能です。そしてこのバーグラフの周りにはスクランブル表示、中にはワーニングが表示されます。このニュー EVC では TFT カラー液晶を採用していますので、多彩なグラフィック表現が可能となり、12ページの画面でビジュアルを表現しています。また LCD に比べ TFT はより明るくできるため、よりはっきり見え視認性に優れています。またこのディスプレイユニットの背面はインテリアに直接貼り付けることを前提にデザインされておりますので、このように配線を収めるようなレイアウトが取れ、美しくインテリアにインストールすることができます。まずは従来モデルからこのニュー EVC に追加された機能ですが、先ほどからお話に出ておりますナビゲートシステム、どういったものかと申しますと、この下の1から10の番号によって今自分がどの設定画面にいるかというのが一目瞭然で分かるようになっております。各設定画面ではボタンのガイド表示が出てきますので、迷うことなく設定することができます。続いて3モードブースト設定ですが、従来 EVC ではAB の2モード設定しかできませんでした。このニュー EVC からは ABC の3モードブースト設定が可能となり、例えばサーキット走行なのでハイブーストやローブーストの設定をしてサーキット用にセットアップした場合、それ以外でのブースト設定はできませんでしたが、今回のこのニュー EVC からはもう一つモード設定が増えたことで、例えばストリート用のブースト設定をメモリすることで、より走行シーンに合わせたブースト設定が可能となっております。このニュー EVC は
操作ボタンを左右どちらでも設定できるように画面が180度回転する機能がついています。それはボタンの1番と3番を同時に押すことで回転させることが可能です。従来の EVC は英語表記のみでしたが、この New EVC からは日本語表記が選べるようになりました。日本語表記にすることで設定画面などかなり分かりやすくなったと思いませんか？背景色が変えられるのも New EVC の特徴の一つです。ご覧のように8色からお好みのカラーを選ぶことができます。またこの New EVC にはバックライトの明るさの設定が2モード設定できます。日中明るい設定にしといて夜になるとちょっと眩しいなと思う時があると思いますが、その時はこのボタン一つで設定を変えることができます。続いてこのロギング機能ですが、従来の EVC では EG ライターをつないだ時のみロギングすることができましたが、今回のこの New EVC からは本体のみでロギングすることが可能となりました。このロギング機能ではブースト圧、スロットル回路、エンジン回転数、または車速、こちらをロギングすることができますので、例えばブースト設定やマップ補正機能を設定する際のデータとしてこれを見ながら補正マップを作ったりといったことが可能となります。続いて下級圧補正設定ですが、従来の EVC でもこの下級圧補正設定はついていたんですけども、 LCD 液晶のため画面が固定だったので、この一つのポイントごとの数値を入力し設定しなければなりませんでした。でもこちらの画面をご覧いただければ分かるように、ディスプレイユニットで全てのマップを見ながら設定することができます。その他の機能として従来の EVC にあったワーニング機能、ドロップブースト設定、バーグラフ選択、アフターイメージ、サンプリングタイム設定、スクランブルブースト機能、データロック、これらの機能はこのまま継承しております。この New EVC はディスプレイユニットも新しくなりましたが、このバルブユニットも新しくなりました。まずは大きさですが、従来の EVC に比べ容積比3分の2のコンパクト化を実現しています。これによりエンジンルームの狭い場所にもインストールしやすくなっています。また新世代 CPU EVC ハイパーエンジンを搭載し、より速い制御を可能とし、従来比約3倍の制御スピードを実現しています。ご覧のグラフはステッピングモーターが全閉全開になる時間を表しています。 New EVC の全閉全開の時間がこのグラフから約3分の1になっていることがわかります。またステッピングモーターの制御スピードが上がったことにより、より安定したブースト制御が可能となっております。従来の EVC では波が大きく揺れているのが取れますが、 New EVC ではより直線に近いブースト制御を可能としています。 EVC は1987年初代 EVC が発売されて以来、このバルブユニットにはステッピングモーターを採用しています。このステッピングモーターは汎用品を使うのではなく、初代 EVC の頃から専用に開発されたステッピングモーターを使っています。このステッピングモーターがこのバルブユニット内でどのような動きをしているか、まずはご覧ください。このバルブの上下により空気の流量を制御し、素早いブースト圧制御を行っています。1987年に誕生した
HKS EVC、 二十数年にわたり培ってきた技術とノウハウがこの第6世代の EVC にぎっしりと詰まっています。どんなターボ車でもマッチングしますので、ぜひお試しください。